がまず撤退なんてまるで第二次エルアラメインのようだな。いや関ヶ原だろう、鳥羽伏見の戦いぜよ。それだ。いやそんなこと言ってる場合じゃない。そうだ、逃げた将軍と一緒にしていいのか。西積がいなくてどうするんだ。どうやって戦えば。誰が作戦を考えるんだ。指示はどうする。桃ちゃん落ち着いて。みんなの好意でせっかく隊長までやらせてもらったのに、会長たちと同じ大学に行くのも絶望的。そんなことより全校の期待に添えないと。あっては負ける前に負けてどうする。まだ試合中だよ。ですが事実上の隊長がやられてしまっては。大丈夫、申し送りはできてるよ。ということは西住ちゃんと話はついてる。アリクイちゃんとサメちゃんはこっちに合流。はいにゃ。サメチーム、あいあいさ。継続ちゃんたちの包囲網を突っ切るよ。目指すは GD 方面。はい。カチューシャ様が悪いんです。Какой неожиданный поворот событий. Возможно, ситуация кардинально изменится. 何を日本語で話しなさいよ。残念至極です。アンコウ殿、アンコウチームが抜けるなんてパスタのないソースみたいなもんだな。はあ、それただのソースっすよ。例え話だから。ことにも初めてはあるんだよ。
意外でも何でもない。こんな時はどうしたらいいの？王道とか言われてるやつで行くと、防御の薄いところを攻めることかな。包囲を狭めながらね。ふーん。相手は完璧な守備を敷くつもりだろうけど、必ずどこかにほころびがあるはずだ。この世に完璧なんて一つもないからね。北東300メートル先 BT42 T26 3両。南西多分カーベー1だと思う。西の方に T34 の76のやつ3両。アンコちゃんを撃った車両はどこかにいるはずだよ。サドコ見える？見えません。探して。でどうします、モモさん。みんなはどうしたらいいと思う？撃って出るしかないと思います。突撃か、いいね。それは無謀だろう。じゃあおとりを使うにゃ。おとりを使ってその隙に。すぐバレるだろう。おとりは継続のお箱だからな、通用しない。それよりまずは塹壕を掘っては。塹壕ね、いいけど簡単に掘れる？雪なので戦車を使えば短時間で掘れます。具体的に言って。89式の後ろのソリを使います。三突のウィンターケッテも塹壕掘りに適しているかも。じゃあヒルちゃんとカバちゃん頼んだよ。喜んで。心得た。失礼します。おう。でもこれだけじゃ時間稼ぎにしかならないな。まあ今は時間稼ぎも必要なんだけど。このまま穴を掘ったらどうでしょう？どういうこと、ソアちゃん？ここってダムにあるダム穴の上みたいです。ってことは下を掘り進めていけば脱出できるかもしれません。そこまで掘るには時間がかかるよ。どうやって掘る？私たちの2つの榴弾が使えると思います。はい、なるほど。うちも手伝います。この船は踏み固めるのにおあつらい向きです。わかった、任せたよ。よし、隊長行くよ。はい。今の私らは鍋の中の具みたいなもんだけどさ、汁の中に具が沈むと見えないし、鍋の底に穴を開けることもできるんだよ。はい。あんこう鍋作戦開始。じゃなくて、あんこう割れ鍋作戦。あさあ突撃か。突撃でありましょうか。ここは突撃では。だな。いや、どうかな。しないから。しないっす。しません。なんだかハラハラしますね。じっと見守るだけって片思いみたいだよね。やっぱり一緒に戦いたかったです。みんなを信じるしかない。今こんな感じ。少しずつ包囲網を狭めようか。向こうもこっちの薄いところをついて一気に出てくるかもしれない。気をつけて。得意の絶頂は油断の崖っぷちっていうからね。